カズビ KP 乾杯。どうもカズビです。この度はですね、皆様に登録者、全ての方、もしくは登録されてなくてもカズビチャンネルを見てくださっている方々にお知らせという動画になります。実はですね、僕、カズビはですね、カズビチャンネルという、ね、当たり前なんだけど動画撮影させて投稿させてもらってます。でですね、5、6年前にもやってたんですよね。で、そこで、皆様にお伝えしなきゃいけないことがあります。重要なことでございます。それは何かと言いますと、僕のね、過去の動画を見てもらえば、わかるんですけども、カズロックというね、どうもカズロックです。カズロックね、ロックギターやるんでね、ロックミュージックのロックで、カズはカズのカズですよね。カズロックっていう、チャンネルですね、4つほど作っておりました。で、今はねアカウント消してるので、そのアカウントでは、アップロードはできませんが、 YouTube ってね、やっぱ動画上げた動画って残るじゃないですか、ね、YouTube 内でなんか見れるんですよ。で、本当に申し訳ないですけど、カズロックというのは僕本人でございます。カズビでございます。なんでね、説明してるかというと、なんていうのかな、その5、6年前に撮ったね動画、ぶっちゃけね、カズビチャンネルでも、ネタ切れだったりとかにしたんですよね。で、その時に何の動画アップしようかなって考えてたら、僕本人だしね、名前は違うけど、カズビチャンネルと、カズロックチャンネルでね、違うんだけど、僕本人だから一緒だから、僕自身のね、過去の動画を、皆様にお届けしたい、YouTube に残したいっていう意味を込めまして、録画アプリですね、録画し直しまして、無編集だったりね、編集したものもありましたけども、僕のね、カズピチャンネル、ね、新しいカズピチャンネルで、投稿させてもらってます。というか、投稿してましたがね、過去の動画だからね。ということで、この辺に、どこに出るかわかんないんだけど、一応カズピチャンネルね、さっき言った4つだったかな、3つか4つのチャンネルの、写真、枠というかね、載せておきますんで、気になった方はぜひ、過去のカズロックを見てみてください。ほとんどのね、ってか、ほとんどのね、ほぼ全部の動画は、カズロックの動画は、カズピに、アップロードしてますので、カズピチャンネルを登録していただければ、全部僕の過去のね、動画、カズロックの動画見れます。はい。ということで、その報告でございました。騙してはないですけど、視聴者さんね、どうもカズロックです。って思った方いると思います。はい。でも僕本人なんでね、そこはご了承いただけたらなと思っております。はい。ということで、その報告でございました。ありがとうございました。またね。